富士通フロンテック株式会社は、富士通グループに属する電子機器の開発、製造メーカーである。本社は東京都稲城市矢野口に所在。2002年7月に称号を富士通フロンテックに変更したが、それまでの社名は富士通記念株式会社であった。1928年、新潟県西神原郡燕町に養殖機製造業として創業。 1940年に株式会社に改装後、1944年、富士通信機製造が全株を引き受け電話機及び電話交換機の部品製造会社として再スタート。主力の金融機関向け、ATM や営業店端末、流通業界向けのポス端末や、ハンディターミナル、公営競技場向けのトータリゼータシステム等で、業界上位のシェアを持っている。製品は、 親会社である富士通を経由して販売される比率が高い。また、日本国外の販売比率も高まっており、グローバルに事業を展開している。2020年9月30日に親会社の富士通による株式公開買い付けが成立。富士通フロンテックは同年12月24日に上場廃止となり、同年12月28日付で富士通の完全子会社となった。 ATM 自動機製品のファクト V シリーズを主力機種として富士通株式会社を通じて販売している。ATM をトータルに関し運用するサービスやシステムも行っている。海外向けには紙幣ユニットなどのメカコンポーネントを供給している。金融機関の ATM で先行して導入された手のひら常脈認証装置は人の生態的特徴を利用して 高精度で個人を識別することのできるバイオメトリックスの一つであり、高精度で、かつ偽造や、なりすましなどの不正行為に対し強権という特徴を持つ。同社では、この認証装置をパソコン用マウスに搭載した手のひら、静脈認証 PC、ログインキットを製品化しており、手軽に世界最高水準のセキュリティを利用できる。ポスは、ポイントオブセールのことで、 同社はハードウェアとソフトウェアを量販店や専門店などに納入している。ティンポスシリーズのような一般的なポスのほかにセルフレジやタブレットを利用したモバイルポスも製造している。業務用の携帯情報端末であるハンディターミナルを運送業、小売店、製造業などに納入している。スキャナやプリンターを搭載したモデルやタブレット型も製造している。 個別に情報を埋め込んだ IC タグと、その情報を通信により読み書きする、リーダライターを製造、販売している。近年では、アパレル店舗への導入が始まっている。同社は、親会社である富士通の配下でトータリゼータシステムの一部を納品している。製品は、導入実績が豊富で、高性能、システムの信頼性が高いことから、多くの公営競技場に採用されている。 しかし、2011年12月7日に、車両情報センターに導入されている、同社システムの障害により、当日開催していた全15カ所の競輪場が影響を受けた。このトラブルで14カ所が途中でレースを取りやめ、ナイターだった松山は全レースが中止となった。関係者の試算によると、この日の損失額は約10億円になるという、投票権や、 発見機の特徴として、等があり、特に発見が早いことから、入場者が多いところでは、重宝されている。競馬場での採用率は、非常に高い。三連勝短式等の進化形式導入の際に、実績のある日本トーターに奪われ、一時シェアを落とした。しかしその後、包括的民間委託を開始するにあたって、小倉競輪場では、 同社が提案コンペティションに勝ち、同社制に乗り換えた。また協定上では従来、唐津だけだったが、江戸川も2008年5月から採用した。逆に、山陽オートレース場のように包括的民間委託のコンペティションに負け、日本トーターに切り替えるところもある。なお、納入機器の保守管理については、JRA については、JRA システムサービス。 それ以外の公営競技場については、子会社のトータルゼータエンジニアリングが担当している。川崎競馬場川崎ドリームビジョン本社屋上に置かれたもの、スーパーフロンテックビジョンという製品名で、大型映像装置の製造を行っており、公営競技施設などへの納入実績がある。また、スコアボードや医療機関、空港向けの表示システムも手掛けている。主なものとしては、 川崎競馬場に2003年6月に設置された、当時世界最大の大型映像装置、キングビジョン、2009年6月に、それを改良拡大し、改めて世界最大の大型映像装置となった、川崎ドリームビジョンがある。本社工場の屋上にも据え付けられ電光ニュースを流しており、最寄り駅の京王電鉄相模原線、京王読みりランド駅から見ることができる。 ありがとうございます。